オッソラ勇者、今回もファミコンのロックマン4、新たなる野望をやっていこうと思う。残り2体。まあどっちも大して強くないボスだとは思うんだけど、どっちから行こうかな。ワッカマンに、ドクロマン、いや骸骨マン、いや違うな、ホラーマン。じゃあホラーマンから行こうかな。さあ、バイキンマンの味方だったことを後悔させる時が来たよな。あー、なんかニコ動で流れてたわこれ、歌が。あ、歌詞が思い出せない。あー、あ、怖いよ。ちょっと跳ねるの、狭いとこでやるのは勘弁だ。いいね。あ、赤。あば。まあ、大したことないやつだわ。あ、あ、なるほど、こいつはそうだ。チャージショットでしか倒せないんだ。よし。あ、あ、こんなことでロックマンさんとビビると思ったら大間違いだもん。よし。さあ、早くするんだよ。よし。え、ないの？あ、アイテムか。いいね。さあ。あ！まったく、あんな手が体当たりで突っ込んでくるだけなんて、こんなんでダメージ食らうと思って。よし。違うだろエリー、それじゃないだろ。一旦引き返すと家から持って帰ってくる。同じものだと。一旦引き返すと家から持ってきてくる。一旦引き返すと家からいいアイテムを持ってきてくれるんだ。いい生首だったわ。ん？分岐ルートか。こっちか、隠しルートは。さあ、行くよ。あれ？うん。あ！ひゅー。赤！なるほどね。あ、いい感。なんだこいつは、何もないところから生えてきた。危ねえんだお、こういうのは。せい、あ、よし、いかん。あ、あ、あ、なるほどね。あはは、まったく、こんな弱いも虫を連れてきても大したことはないんだ。あ、こいつか。こいつの時だけはしょうがないからチャージショット使うわ。せい、あはん。あ、まったく、いいね。よし。え、ちょっと届かない。え？よし、下から行こう。あはん。あ、しょうがない、ズルをするもの。あ、せっかくだからこの前ゲットしたこれで、ね、うん、柔らかい。こっちが隠しルートだったようだ。なんてこったい。くっ、まったく、骸骨マンと遊んでたらこんなことになっちまったわ。
さあ、ホラーマン、覚悟するんだ。なるほど、なるほど。あれ、そうそう、そうか、シールドだけじゃなかったんだわ。マジか。ゼロ機、熱い。中途半端に止まるのやめて。おしまいにするわ。容量がいっぱいで切れるとこだった。もう。アニメーション。よかった。というわけで、チャオ。